福原への暴風、台風で、一級河川、住吉川は大変なことになっております。川の両端には遊歩道があるんですが、すべて、水に浸かっております。遊歩道の上も水が流れています。六甲山からの水が流れております。この川には魚がたくさんいるんですが、アユもいるんですが、その魚はどうなってしまったんでしょうね。海までアユが流れれば、アユは海で、済むんでしょうか。そんなことはありえません。でも心配です。明日になり、明後日になりすれば、この水も収まるんでしょうね。普段は澄んだ綺麗な水なんですが、今は抹茶色の濁流です。兵庫県神戸市、一級河川の住吉川からお伝えしました。六甲山も山頂は霧がかかっています。その麓でも雨がまだポツポツですが降っています。いやー、それにしてもすごいな。この濁流、結構見物に、住吉川に来ているという情報を Facebook 仲間の弥生さんからいただいて、ほっとり刀で駆けつけてきました。おまわりさんも立って来られますね。赤色灯、パトカーが見えるでしょうか。おまわりさんが見えるでしょうか。
は現場からの中継を